ただ今後も完全に芸能界という世界が浄化して清廉潔白な業界になることは 100% ありえないでしょう。あなた運がいいんだって。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。ちょっとこの動画からパターンを変えていきたいと考えています。いつも見てくれている方でしたらわかるでしょう。またツイッター上でどちらがいいかアンケートを取らせていただきますが、とにかく新バージョンでいきましょう。どこが変わったかは動画を見ながら気づいてくださいね。本日は時事ネタコーナーです。この時事ネタコーナーは項目ごとに質問を読まさせていただきます。いつもの流れでお願いします。それでは本日の項目です。項目1、医師は首吊り自殺ではない。項目2、楽天モバイルは詐欺ではないのか。項目3、有名女性歌手 A 性被害で芸能界引退していた、の3項目でいきましょう。よろしくお願いします。悩み相談はマカロンまで。ではまず項目1、医師は首吊り自殺ではないです。ではコメント読みをしていきましょう。先生こんにちは。渡辺博之さんが自殺ではないというニュースを読みました。自殺であれば自殺と書くのでは、医師と書くのは事故で首が締まったと聞きました。そのあたりが気になるので教えてほしいです。はい、メッセージありがとうございます。確かにきっちり発表がされていませんでしたので自殺かどうかは分かりませんが、おそらくこの視聴者様が読んだであろうニュースを発見しましたので僕も読まさせていただきます。朝芸プラスさんの記事を引用させていただきます。渡辺博之さん、医師で筋トレ愛好家に走った激震波紋、というタイトルでした。俳優渡辺博之さんの突然の訃報が伝えられたのは5月5日午後。所属事務所は、弊社所属俳優渡辺博之、享年66歳が自宅で縊死いたしました。5月3日昼頃にご家族により発見されました。と発表しており、神奈川県にある自宅地下のトレーニングジムで倒れていたとされる。渡辺さんは大正製薬リポビタン DCM でのファイトを一発のキャッチフレーズが人気を博したが、筋骨隆々のボディを武器に崖をよじ登る超肉体派。かつてインスタでも筋トレの様子を公開しており、ムキムキに鍛え上げられた体を披露している。事務所の発表が医師という聞き慣れない言葉だっただけに、急死の速報が流れた際はネット上で戸惑いの声が飛び交いました。報道では同時に日本命の電話の相談窓口が伝えられるなど自主と捉えられています。しかし一方、渡辺さんがこの年齢になっても筋トレを欠かさずトレーニングルームで倒れていたことから、筋トレ好きをも震撼させる事態となりました。というのも、筋トレが流行る昨今、ベンチプレスでの事故が増えているといい、これが最も危険なトレーニングとされているからだ。フィットネス誌記者が語る、ベンチプレスのトレーニング失敗により持ち上げていたシャフトが首に落ちる事故は多い。一般的にこれによって頸部が圧迫され死に至ることも縊死と呼ばれる場合があります。また渡辺さんがインスタで公開していた朝トレの様子の写真でも、後ろにベンチプレスが映り込んでいたことから、筋トレ好きの間で余計に憶測と衝撃が走ったようです。果たして真相はどうなのか、という記事でございました。僕もこの記事を読ませていただいてから渡辺博之さんのインスタグラムを見に行ったんですが、トレーニングの画像や動画が数点ありましたが、ベンチプレスの種類を確認できませんでした。僕の探し方が甘いのでしょうか。ここで重要なのが、渡辺さんのやっていたベンチプレスの方法なんですが、スミスマシンというストッパー付きのベンチプレスをしていたら、シャフトが滑り落ちた時にでも首に直接落下することなく止まってくれるのですが、フリーウェイトのベンチプレスですと手が滑ったり、追い込みをかけて限界が来て腕の力が耐えられなくなった時に思いっきり首の上にバーベルが落ちてしまうことがあります。この場合は記事でも書いてあったように大きな事故になるでしょう。僕も一度ゴールドジムで友人がこういった状態になったのを横で見たことがあります。その時はたまたまシャフトがずれて大丈夫で危ねえと笑い話で済んだのですが、そういった落ち方ばかりではありませんから、渡辺さんはひょっとしたらフリーウェイトでベンチプレスをやっていたのかもしれませんね。詳細がきちんと発表されていませんので、自死だったのかそれとも事故だったのかは確実にはわかりません。ただ現場がトレーニング室だったことや医師と書かれていたので、その可能性は十分にあるでしょう。渡辺博之さんのご冥福をお祈りするとともに、僕たちもトレーニングは十分注意を払って行いましょう。僕も家や事務所にトレーニング器具を揃えているんですが、一人でのフリーウェイトベンチプレスは怖いので、家トレでは胸部を追い込む運動はダンベルプレスのみにしています。それでは次の項目です。ツイッターフォローしてね。項目に、楽天モバイルは詐欺ではないのかです。ではコメント読みしていきましょう。楽天モバイルのニュースはもう知っているでしょうか。0円と歌って客を集めておいて急に取りやめ、これは詐欺に当たらないのでしょうか。いつも三木谷のやることはうさんくさいと感じるのは私だけでしょうか。はい、メッセージありがとうございます。これは僕も知っていますが、まだ知らない方もいらっしゃるでしょうから、先に記事を読んでいきましょう。スマートフラッシュさんの記事を引用させていただきます。
三木谷博氏、楽天モバイルをずっと0円で使われても困る発言にぶっちゃけすぎと失望の声が続出というタイトルです。日本のスマホ代は高すぎる。女優の米倉涼子がそう叫び声を上げる楽天モバイルの CM を一度でも目にした人は多いだろう。その楽天モバイルが5月13日に発表した新プラン楽天アンリミット7が物議を醸している。旧プラン楽天アンリミット6では 1GB までの通信利用料は0円でした。それが新プランでは月額1078円から月額3278円の変動制に。既存プランの加入者も新プランに自動移行するため、0円で利用していた人からすると大幅値上げなわけです。ネット上では0円だから使っていたのに解約だと厳しい意見が相次ぎました。手のひらを返されたと感じる人が多かったようです。同日、楽天グループは2022年度第1四半期決算を発表。その中ではもちろん同改定についても触れられた。0円のユーザーがいなくなって熱量のあるユーザーがとどまる。ビジネスとしての質を上げるというように少し経営のギアが変わってきたと考えるべきなのか、そのあたりはどうなのかという質問に対し、同社代表取締役会長兼社長最高執行役員の三木谷博氏は、ぶっちゃけそういうこと、まあお金を0円でずっと使われても困っちゃうというのがぶっちゃけた話かな、すごく正直に言ってと返答した。社長である三木谷博氏のこの発言も相まって、楽天モバイルの料金プラン改定への批判はやみそうにない。ぶっちゃけ0円でずっと使われても困る。それを可能にした料金システムを作った時点でこうなることは分かっていたはずだが、困ったらこのように不利益変更をすればいいと、最初から高をくくって利用者を囲い込むやり方は利用者を舐めていると感じざるを得ない。楽天モバイル解約の件で三木谷がぶっちゃけ0円でずっと使われても困るって発言、これってアイドルが引退直前とかにキモータファンの相手ばっかりするのは本当に辛かったみたいな気持ちは分かるけど、それお前が言っちゃダメだろってのと同じレベルの発言だろ。0円でずっと使われても困るってぶっちゃけすぎ。契約を取るために0円アピールしてきたのはあなたたちでしょう。一方ではこんな意見も。情報番組ポップアップに出演している小原ブラスは5月13日以下のようにツイート。楽天モバイルが 1GB まで無料としていたプランを廃止したことで、楽天解約がツイッターのトレンドに上がってきたけど、普通に考えてスマホを1円も払わずに使おうとするような人たちが解約してやったからなと騒いでも、楽天からしたらありがとうございますって感じよね。値上がりするならやめる、そう離れていくユーザーに対して三木谷氏はしめしめと思っているということか。はい、という記事でした。まず詐欺に当たるか当たらないかについてですが、こういうのは0円で契約する際にでも、必ず契約書内に費用が0円でなくなってもという項目が入り込んできているでしょうから、絶対楽天モバイル側が訴えられないような仕組みにしているはずですから、法的に戦うのは無理でしょう。ですがこの三木谷さんのぶっちゃけ0円でずっと使われても困るという発言はありえないと僕は思います。ずっと使われても困るという言葉が意味しているのは、ああいずれにしても初めは0円で人を集めて、いずれお金を取るようなシステムを一番最初から予定していたんだなと、計画が丸バレになっていますね。この楽天モバイルというのは買い切りの商品ではなく払い続けていくものですし、このご時世ですから初めて携帯電話を持つ人狙いではなく、ドコモなどの他社キャリアからの乗り換えをさせるために0円と銘打っていたわけですから、ここに来ての変更は無茶すぎるだろうと。おそらくこの楽天モバイルに乗り換えるために、電話番号はナンバーポータビリティシステムでそのまま移行できたとて、携帯メールアドレスはなくなりますよね。10年間以上ドコモメールを使ってきた人も楽天モバイルに乗り換えた時点でメールアドレスが変わります。そういうデメリットがありながらも0円という宣伝に惹かれてキャリア変更しているわけですから、そこを勝手に有料にされるのはひどすぎると率直な意見です。本日の質問者様のコメント通り、0円という謳い文句で人をできるだけ集めに集めて、いっぱい溜まった時点で0円から有料に変更というのは楽天さんの勝手すぎるし横暴すぎるやり方ではないでしょうか。前述しましたように、法的には OK になるように仕組んでいるのかもしれませんが、大きく企業イメージを下げた今回の方針だったのではないでしょうか。それでは最後の項目です。火曜日はインスタグラムで質問コーナーやってるよ。項目3、有名女性歌手 A、性被害で芸能界を引退していたです。ではコメント読みをしていきましょう。ケンケンさんこんばんは。また女性の性被害のニュースが出ていました。しかも今度は女優さんではなく歌手の方です。相内里奈さんが男性プロデューサーを訴えたらしいのですが、歌手やアーティストなどでも性被害を受けるのでしょうか。ケンケンさんもそういった女性ミュージシャンの性被害の話を聞いたことがありますか。はい、メッセージありがとうございます。
僕は日本のアーティストの方には詳しくないので、今回質問されました愛内里奈さんという方は、まあ名前の表記は見たことがあるんですが、どんな人か全く知りません。曲もたったの1曲も知らなかったんですが、調べてみたところ、オリコン1位も取ったことがあるようですから、有名な女性歌手なんですね。どうも日本の音楽界には疎くて申し訳ございません。とにかくまずニュース記事を探してみましょう。ありました。朝日新聞デジタルさんより引用させていただきます。歌手愛内里奈さんがセクハラ被害で所属事務所を提訴というタイトルですね。男性プロデューサーからセクハラされて精神的苦痛を受けたとして、歌手の愛内里奈さん40歳が元所属事務所ギザアーティスト大阪市に対し計1000万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。18日の第1回口頭弁論で事務所側は請求棄却を求めて争う姿勢を示した。代理人弁護士によると、愛内さんは1999年から2010年事務所専属の歌手として活動。この間男性プロデューサーから性的な行為を繰り返し求められて、無理やり体を触られるなどし、過呼吸の症状が出たり声が出にくくなったりしたという。事務所側がこういう行為をやめさせるために必要な措置を取らなかったと主張している。事務所側は取材に、社内で事実関係を調査した結果、ご主張されているような事実はありませんでした。訴訟になっている状況を踏まえ、これ以上のコメントは差し控えます、などと書面で回答した。愛内さんは2000年にデビューし、2003年には NHK 紅白歌合戦に出場、テレビアニメ名探偵コナンの主題歌を歌うなどした、という記事でございました。まずこの事件に関して言うならば、この愛内里奈さんの訴えは10年以上前の出来事です。そして事務所側はなかったと突っぱねておりますが、これはどう考えても度合いはわからないものの、セクハラ行為は確実にあったんだろうなぁと推測できます。でないとわざわざこんな昔の話をほじくり返しませんしね。そして質問者様は女優ではなくアーティストなのにと書いておられましたが、この部分僕が知っている限りは芸能界という世界においては一緒ですね。岡田斗司夫さんが前に一度僕が目にした動画の中で、芸能界は893の世界であると断言されておられましたが、そこはやっぱり間違いないんですよね。暴対法で表向きにはそういった団体名や話などこの令和では出てきにくくはなりましたが、結局は僕たちが生きている一般の世界とはかけ離れています。ガーシーさんとは違いますので、アーティスト名をはっきりとは明言しませんが、某音楽グループの女性メインボーカリスト Y さんも、もともと北新地の高級クラブ I というお店でホステスさんをされておられまして、客として来た音楽プロデューサーさんに挙げられてデビューをしました。これは新地に昔からいている人ならば誰でも知っている話です。一ついい話は、そのエピソードを週刊誌などが聞きつけて、当時の Y さんのホステス時代の写真を売ってくれと来店したんですが、オーナーママさんができる人なんで、いくら金を積まれても出さないと言って断りました。また別に K という女優さんもこのクラブに一瞬在籍して、同じパターンで芸能系の人に挙げられてデビューしました。彼女たちの場合は合意というか、自分がデビューするためのきっかけとして男性と付き合ったのかもしれませんが、愛内里奈さんの場合はなし崩し的な感じで本人が同意していなかったのかもしれませんね。今現在はそのようなケースがどのくらい残っているのかは分かりませんが、昔からやっぱり芸能界は893な世界というのは間違いないでしょう。榊監督、園子温監督からどんどんこういうのが明るみに出てきましたが、おそらくは氷山の一角どころか芸能界の過去 1% にも満たないんじゃないでしょうか。本人が芸能人になりたい、なるためなら何でもするという同意型ならば致し方ないかもしれませんが、木下ほうか氏のような無理やりというのはどんどん晒されればいいと考えています。ただ今後も完全に芸能界という世界が浄化して清廉潔白な業界になることは 100% ありえないでしょう。モニターに映し出されているのは幻想であり虚構です。そんなにキラキラした業界ではないというのを大人になったら理解しておいた方がいいかもしれませんね。詐欺師の報告は傷公開まで。はい、というわけで本日も3件の時事ネタニュースに答えさせていただきました。本日のテーマのような話から悩み相談、疑問、質問、意見など何でもマカロンからお気軽にメッセージを送信してください。生配信はミルダムでやっております。配信アーカイブは占い師ケンケン TV 見逃し配信チャンネルをご覧ください。傷公開は詐欺師や霊感商法をやっている悪人の情報を募集しており、 Twitter ではチャンネル最新情報、 Instagram では火曜日に週1質問コーナーをやっています。動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローをよろしくお願いします。占い師ケンケン TV を見てトラストリテラシーを高め、一緒に運気を上げましょう。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。